今回はね、夢チャレ第2弾ということで。そう。いやー、待ってました。今日の目標で言ったら、帯をもう1個増やしたい。みんなで増やすよ。これで、302万円になりました。現在が250万持ってるから、300万ぐらい。うん、これ結構チャンスはチャンスだよね。あ、意見がしっかりめにあったということで。30万円。入れ入れ、よっしゃ、入った。58万6千円。あ、こんにちは。すいません、焼きそば5つもらっていいですか。はい。酒かすですか。あ、これお願いしていいですか。了解です。ありがとうございます。一番近いに。かす汁って何。酒かすで作ったなんかお吸い物。僕ももらっていいですか。あ、了解です。実はお酒あかんからどうかなと。あ、知ってました。ありがとうございます。でも実家の人はね、何が食べれる食べれないとか知ってる。リアル実家。リアル実家。俺人生初なんよ。独特な味じゃない。うん、何の味だこれ。あー、うめえ。マジであったまる。美味しいね。ちょっと今そしたら焼きそば食べよう、うん、いただきます、うん、ソースとマヨネーズの辛みを最後めちゃくちゃ濃厚で、うん、ソースとマヨネーズの辛みが濃厚です、本当に。めちゃくちゃ食レポうまいやん。いやいや、パクないでくださいマルイソさん、人生の中の焼きそばランキング何位？2位。1位なんだ、うん、気になる。こんなにうまいなら1位だと俺思ったの。美味しいですけど、うん、僕は関西人じゃないですか。土曜日の12時から吉本新喜劇やってたんですよ、うん、土曜日も午前中に授業終わって家で帰ったら焼きそばが毎回出たんですよ。吉本新喜劇ながら食う焼きそばがいい。ああ、そういうことか。もうその頭いいです。吉本ブーストがないわけね。ここにはね、みんなそう言うもんね。この焼きそばうまいだけどシチュエーションがダメなんや。そうです。もうね、お腹いっぱいになったね。あの5レースはね、あのオッツ見てもらったら分かるやけどね、もう1日3、3.6倍。だからもうここはもう剣です。ちょっと入るメリットが少ないですかなっていう。やるなら、レースの方がボーターズ向きのレースかなと思うんです。ここもう一回合わせたらしいさ、うん、さっきのちょっとずれてたよね。いや、ここはね、絶対当てときたいんあのね、次のレース当てたら3連続ボーター。そうや、それがちょっと間違ってません。新幹線乗れるやつや。新幹線乗れない。ちゃんとしたホテル泊まれるんじゃない。ちゃんとしたホテル泊まってるじゃないですか。泊まってるじゃないですか。今日結構チェンジ合ってるじゃないですか。うん、いい感じじゃない。今回夢チャレで甘がせきたんですけど、なんか新しい情報略の情報とかあるんですか。新しいってわけじゃないけど、はい、展示の見方ってあんまりこう動画の中で喋ることないじゃん、はい、これ覚えておいてほしいんだけど、はい、水質を考えるってすごく大事なことだよね。水質、うん、だから淡水、海水とかそう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 。で、海水と淡水の違いって、海水は柔らかい。柔らかい、うん、淡水は硬いじゃん。はい、で今回は硬い水面なんだけど、うん、そうするとさ、船がターンに入るときにめちゃくちゃ暴れやすいの。暴れてしまうと好きなところ走るとかがしにくいから、ターンの時に暴れてるか暴れてないかをよく見た方が尼崎は当たりやすい。まあ今日は当たってるんで、はい、ちょっと話させていただきますけど、はい、外れてる時はね一切喋らないんで。はい、さあさあさあやろ。でも3頭当たるじゃん。俺3頭。俺も3頭買いたいんだけど、めちゃくちゃ出てる。一番出てるなって思った。伸びていったよね。伸びてる、めちゃくちゃ伸びてって。ボーターズシンクロ率 100% です。いや、来ました。来ましたか。これ3号艇の1着率 40%。 うわ、高っ。インディゲ率でいくと 29% なの。はい、一回ちょっとおつみで話そうか。ちょっと写真撮ろうか。ちょっと待って、これ315やば。安いね。5はなんかなかったの、切れるような条件。314と315には2倍の差があるじゃんね、オッズで。でも2倍の船足の差はないから、俺は切ってもいいとも思うやんね。ちょっと広めでいくんですけど、はい、一番安いとこ切ります。315切る、うん、買ってきました。オッケー。はい、3頭1本。まあ316だけ違うんだけど、それ以外来たらおびります。おびな、必ず大口に行ける。俺好き多分知らんかったけどさ、これ安いところがあったら 1.5 万もある。5万。大丈夫、オッズ下がってない。
ちなみにこれ全部で31万ね。そう。いくらね。オッケー。お願いします。小月選手、スタートお願いします。あ、いいんじゃない？いいね。めっちゃいいよ。めちゃくちゃいいよ。見事ちょっとへこんでる。いいね。ナイススタート、よし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 、ここからあといいよ、ことしないで3号艇入ろう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 入やばい、生かして刺される。2号手ブロックして入るな、入るな。6なれ6なれ、願い届け届け届け。いやバンド、バンドせんかったらあった。もう本当にマジ3玉の展開バッチリなのにね。マジで3、1、5だけ勝ってないんです。一番恐れてた展開しちゃいましたね。そう、バッチリなんですけどね。今現状整理すると、さっきのあたりが全部なくなりました。まあでもつなぎの尼崎って言った件がちょっとマイナスはつないでんじゃない。まあ遠くから見たらプラマイゼロでは、ね、ゼロゼロ、そうそうそう、ちゃんと近くで見てください。大丈夫よ大丈夫よ、ボイスで見てやりましょうよ。5歳の子供みたいな嫌々気が。でも撤退するなら全レース見てから撤退する。でちゃんとチャンスレースがあるかもしれんけんが、そこはちゃんと待っとく。でもし12日までなかったら本当に帰る。はい、もう2デイとかせずに、はい、もうスミナ移動します。はい、そうだね、検証か。結構いけどな、天ヶ崎オッズが続くね。うん、本当に続いてる。ここインディング88なんよ。シスさんイントビやろ、21とか31とかで買いたいですよね。これがね、勝ってたらね全然いいんだけどね。天ヶ崎で合わずに入るの俺良くないと思う。今日負けてるけど2レース当ててるけんが、剣士で隅の絵に移動していいと思う。俺は最終目標が1000万について夢へのチャレンジなんで、無理する必要ないから。ないね、やっぱむずいね。今からどうするんですか、撤退して。俺は隅の絵公園行きたい。一応視察しようかなって。ちょうど今から行ったら4レースぐらいから行けるけん、4から12まで見れるもんね。うんうん、俺は隅の絵のちょっと最終調整していく。ちょっと前日隅の絵でしっかりとデータとか、そうやね、明日に備えるかもしれない。わ、すごいね、ここで見るの。エンジンがすごいね。すいません、大丈夫ですか。ちょっとこれなんか選手の気分になった感じするね。新しいね。あ、1と3が設定だ。いや、内側誰だ、逃げてる。3が先頭。 3まくってる。いや、どう、追いついてる。これうわ、13000。あ、いや、一定勝負してよかったかもね、これね。尼崎は電車接続の調子だ。じゃあ今から隅の向かいます。着きましたね。着いたね。新鮮な感じですか。うん、そうやね。タロちゃんおらんの久しぶりじゃんね。ガマ氷の展示会以来じゃないですか。確かに、もうね、第2回展示会始まります。で、この隅の絵って淡水なんよ、はい、だからここの水が硬いの、はい、で、これ大事なのが、はい、スタート展示を鵜呑みにしちゃダメなの、うん、なんでかっていうと3回周回を重ねた後にスタート展示が始まるわけじゃん。引
雪並みが残っとる中でスタートするのと本番でのスタートって全然違うわけ。スタート展示っていうのも信頼しちゃダメだし、かつ2マークがめちゃくちゃ乗りづらいことで有名じゃんね。クマも前みたいな感じで買っていくんですか。そうだね、まあ、これ練習だから2人で作りに出したお金で勝手にやるといかんもんで、これは個人のお金でやる。ポニー、ポニーが好きな田中和也選手出るよ。じゃあ田中和也選手ってどんな選手よ。ネイル好き、美容好き、旅行好きのギャルですもしくはギャローですさ、はい、2号艇ってターン入るときクックって2回跳ねるだけでハンドルが入って船向いてる、はい、5号艇よく見てもらったからだけどクックックックって4回もこのモーションをしとる。ハンドルの切り方は同じじゃん、はい、でもなんでかって言ったら船が向いてくれんの。エンジンが言うこと聞かないから、うん、ボートレス墨の絵で選手がしてるセッティングってまず出足をつけるとか伸びをつけるとかそういうことじゃないんだ。まずは乗りやすさを求めるよ、うん、でその乗りやすさが来てればそんなに船は跳ねない。乗りやすさが来てないととにかく跳ねるの。これは淡水のレース上に顕著に出る差だもんで、ね、絶対押さえないといかん。戸田は結構行き足が重要って言いますけど積みの絵は乗りやすさが重要なんですか。例えばなんだけど戸田のプロペラゲージを用意してまんま同じようにプロペラにベタピンで当ててここで走ったら1マークは絞り込めるのよ。でもとにかく跳ねていっちゃってあそこら辺のドン・キホーテになっちゃういやとにかく曲がれんくなっちゃう。いやどこまで飛んでるんですか。でただね大阪支部のプロペラゲージって情報が出回らんの。大阪支部は徹底して外に漏れんようにするだから墨の絵でいいゲージっていうのがあんま出回らん。結構現地の大阪支部の選手が情報持ってるから勝ちやすかったです、うんうん、そう大阪支部が強いよっていうのはプロペラゲージが出回らないっていうのも一つの要因。今回ね、はい、1、2と1、4 1、3変えたかったんだけどオッズが安すぎるし、はい、じゃあ3か2かどっちか切らんといかんって言った時にあ2の方が死んじゃないかなと思って1、2と1、4にしたのよ。ただ船のかかりが悪い5号艇は切ったよね、うん、だからこの6点で1万円勝負、うん、いいんじゃない。スタート行っていいんじゃない。行ってますね。うん いや事故ってる事故ってる。いやー、1、3買いたかったなぁ。パク、そう。うわ、やっぱ1、3号めちゃめちゃやっぱ着やすくなってる、これ。うわ。まあ、とりあえずチェキチェーン。ということで、8です。これでいきます。これね、やばいんですよ。はい。何がやばいというか、このなんで自腹でこんな2万円ぐらい買ってるんですか。あのね、この中に20万円になる船券が入ってる。普通に狙ってます。あ、いいんじゃない。危ない。いやー、誤算あるよね。誤算あるよね。全然ある。普通に。ここでいいよ。めっちゃいい。よっしゃ。来てる。俺5号艇頭で3号艇の軸なの。だからこれ熱い。来てる。おお。見て。これ532で1000円入れてるから。ただ534のが高いから。いやただちょっと厳しいな。しっかり取りましたよ。いやー夢チャレっすね。これ夢チャレよ。これが飛ぶ夢なのよ。飛ぶ夢。これ獅子丸たち多分どっかいいんじゃないか。これなんかぽいのはいるんやけどな。いやこれマジで来た。来ましたね。来た。視察に来てよかった。おおでけえ。おっきい。ということで、11万8400円。企画は終了。おはようございます。まあ、お昼なんやけどね。うん、2時、うん、お昼。昨日、あれやん、光目にマッシュ撮ってたやん。そう。俺、あれね、隅の絵のライブ中継見てて、うん、あれって85メートル付近って映るんよ。はい。あの辺をなんかずっと見てたんやけど。
一幕付近で見てた一幕付近のやりの下で見てました。そうやね、雨降ってたんや。じゃあもう獅子さんも調整あっとるし、うん、今日1レース目から入っていこうかなと。うんうん、うわ、昨日この辺で見てたんや。ここで見ようか。で、今回の情報としては、はい、墨の絵は筆底取るように気をつけろと、はい、なって、これ1、3、5のことを指すんよ。墨の絵をよく見てる人はこの言葉をよく聞くよ。奇数底取るよ、奇数底取るよって。で、これ墨の絵でよく出る出目で1、3、5がよく出やすいんよ。とかもう3、5、1とか5、3、1とかが出やすくなってて、奇数底が出やすい。これね、めちゃくちゃ水面が影響してて、墨の絵見ててもらったら分かるけど、3号艇がまくっていったらめちゃめちゃベストポジションで第2ターンマークに突入できるよ。で、3号艇がまくることによって一番有利になるのって5号艇なんよ、実は。5号艇ってどうやって着を取りに行くかって言ったら、3号艇がまくっていってもらうとそこの間が空くよね。だからこそ1、3が出る条件を見極めないといけない。で、例えばどんな条件かって言ったら、3号艇にまくりができる人がいると1、3が出やすいんよ。で、3号艇にまくりができない人がいると全然1、3出ないんよ。勝っていい時と勝っちゃダメな時あるよね。そこをちゃんと見極める必要があるよ。で、2つ目が、はい、イン逃げするゾーンとしないゾーンがちゃんとありますよと、はい、で、墨の絵は基本的に差し水面、尼崎に近いんよ。だから1号艇が刺されやすいか刺されにくいかで逃げるか逃げないかが違う。墨の絵ってインめちゃめちゃ強いけど、はい、1号艇に刺されやすい選手いたら1号艇のイン逃げ率 30% 台まで落ちる。だからその時なんてもうインから狙っていかん方でかいよ。で、逆を返せばもう刺されにくい選手見つけたらもう鉄板やと思って、で、しかもそこに3号艇にまくりができる人いたらもう1対1本狙っていくとか。ああ、なるほど。ってことで1レース目から行こうか。展示見てね。なんか微妙な反応してるけど、いや、5号艇の立てる選手がひどすぎて、キャリアボディ変えてるもんね。そう、モンキーすらもできてないし、なんか膝が痛い選手がするモンキーみたいな感じで、なんか体調が悪いのかなと心配するぐらいの5号艇の感じ。じゃあいいのは、え、よかったのが2号艇と4号艇と6号艇246、1号艇の選手、出持ち選手なんやけど、そもそもインをあまり得意としてない選手なん、うん、だからイン逃げ率が 25%、うん、で、次に注目するのが3号艇がまくれるかどうかね、はい、3号艇まくることができない選手なんや。だからここ誰が勝ちやすくなってるかって言ったら2号艇になってるわけ。ここの2号艇の1着率 25% あるよ。あ、なるほど、高いな。だから俺は2で、次に行きたいのが4号艇、4号艇の1着率は18ある。だから俺も24ない。これってシンクロ率 100% なんだよ。 100% 3ないかな。俺は2、1、3、4かなって思ってる。墨の1戦目いきます。23番勝負で、今回買ってきたのが2頭と4頭。2号艇の時と4号艇の時フォーメーション組んでるんやけど、4号艇の時は意見も合ってるし、木の獅子さんがちゃんと満州ここで当ててるってこともあって、4号艇ちょっと厚めにいってます、はい、これで計23万円。まず1レース目と4号艇スタート決めて、4号艇スタート決めて、いやどうだ、いやー微妙、いや出てるよ、出てる、うん、出てる出てる、オッケーオッケーオッケー。あ、いやただ攻めまではいけないか。だったら2号艇はしっかり、ただこれ時間送りできたいいね。刺そう刺そう刺そう、2刺そう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 、2号艇刺した刺した刺してる刺してる、オッケー、よしよしよし、2チでいこう2チでいこう2チでいこう、これ持ってるよ、2チで2チで2チでいこう2チで2チで、ただ2チの方が高い。いや待て待て、いや差し返されてるか、差し返されてる、いやこれ差し返されてるか、差し返されてるかも。2号艇伸びろ伸びろ伸びろ、締めて締めて締めて、いやかかってないかかってないかかってない、いやかか、1号艇粘らんで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 、いや粘りすぎ、先前差し、さそう2号艇さそうさそうさそう、いやーもうなんやねんそれ、いやーやったやんね、これまだ勝負ない、いやー似合ったのにな今マジで。これね、イン逃げでもね結構美味しいオツなんよこれ。あ、3000円ついてる、これは痛え。
124145146のボックスを3つ。そうそうそう、ただ掛け金は1万でしょ。 OK、 ボックス船券いきます。隅の絵3ボックス。しまってって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 しまって、あー邪魔されてる。まあ切れ切れ、あー待って、いやでも2やってことは4が来ればいい。あー厳しくなってきたが、213で固まってきたがこれ。あーくっそー、これこれあったね。うわ1万1000円取れとったら帯に取れやな、これだな。これ取ったんかな。41万負け。あ、そうなんだった。41万負けなんで、あとね、200ちょっとしかない。もうこれね、帯をね、外す時が来たかなと。来たね。ただ帯を外すと俺ら強くなってるよ、うん、ナルトで取った時に次どうなった。あれ人は帯を破ることによって強くなっていくんよ。あの絶頂期の時からその100万なくなりました。そうなん、やばいってこんな端っこに来てどうしたんですか。残金整理しようと思って。あ、残金整理、こっちこちらに、あ、過去の帯だ。うわちょっと待って、帯切れちゃってる。え、なんか縁起悪いっすね。めちゃめちゃ悪いよ、うん、帯切れたらさ、勝手に能力上がるって言ったけどさ、切れててたってことは能力上がってないってこと1、2、3、現状整理終わりました。はい、はい、205万1500円。うわでもね、これね40万減っとるからね、なんかもうパッと簡単に入れない感じに俺はなってきてる気持ちが。やっぱりこんなにこう入れるっていうのは、まあ、情報への信頼があるからこそ、そうやね、我々受け入れっていうので、小さい額でやってたら本当は勝てないんじゃねって視聴者の方も、うん、思うと思うので、うん、この高額張ってるっていうのはめちゃくちゃ意味あると思うんです。そうやね、まあ、自信があるからこその高額企画やね、うん、やっぱりね、長期的に見て勝つやり方してるんで、チームってやったほうがいいと思うんですよ。俺もこういうもんかなと思っとるんよね。簡単とね、うん、平和島見てよ、フラットとペラペラでペラペラで、うん、全然お金ないって取った状態で比べたら今200万あるのって全然いいと思うし。そうですね、まあ、確かにそう考えたらそうやね。2日前なんて100万だったのに、うん、これシスさんが俺逃げるって言うなら入ろうと思うんだけど、これね逃げると思う。逃げる。で、うん、このレース俺が視察に来た時の1号艇まんま同じ1号艇で来たの、ね、あの時は行き足悪かったんだけど今回は良くて、戻してきたもん。逆に4号艇のこの選手ターンがちょっと悪くて、あ、プロペラちょっと外したなと思うから先頭には踊り出ないんじゃないかなって思うね。逃げそうよね。そうやね、ここイン逃げ率81なんよ。高っ高っ。多分ね今日の中で3番目に高い。ただ1、4で別に行かなくていいんじゃないかなと思ってて。あ、それめちゃくちゃありがたいな。出目がね、1、2が来る確率が36なんで、1、3が22で、1、4が18なんで、で注目するのが1、6が 13% ある。あるの、ハルゾーの選手。そう、1、2、1、3、1、6できた。ちなみに俺もそうなんだ。あ、そうなん、うん、ちょっとあとを積みながら誰切るかちょっと中で相談しよう。それから決める。ちょっとあと何人でいけるかちょっと聞いてくわ。分かった分かった。多分太郎あれなんやろな、抽選会に行きたいんやろな。急げ師匠、あれ急げ。あと7人、あと7人、あと5枚、あと5枚、あと5枚、師匠急げ急げ急げ。あと何枚あります。あと1回だ。あと1回残り物には服があるっていうのを見せつけてくるわ。残り服、なんかでもベルは構えてる、うん、あーくそーくそー。あ、いえいえいえ、回すだけ回していいですか。回すだけすいません。あの、回していいですか。絶対俺ごとまだだって、まだまだ。え、来た紫。あ、コラントって。あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、何コラントってって。あの、健康時期みたいな。あ、そうなん。時期ブルスルットみたいな。俺らギリギリまであれ2頭残ってたんやで。あ、そうすごない。あ、これ開けずにさ、売り行こうよ。うん、結
チクさん。はい、ということで船券買ってきました。今回はこちら、インを逃げて236で全。ただ、あの安いところがあるので、そこには多く入れて15枚でしょう。南選手スタートお願いします。昨日みたいな遅れはいらない。1号手スタートいいね、よし、いいね、いいね、いいね、スタートいってるね、オッケー。4号でもスタート、そんなにいいんじゃないけど、いってる。来るな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 。3号で回ろう、先に先3号で先に回ろう、3号で回ろう、回ろう、めっちゃいい、ね、よし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 、1、2、1、2、2、オッケーオッケー、これでいい、これでいい、1、2、2、1、2、2、まあ、1、2、4は2万円にしとるので2万円入れてるね、1、2、6はいくら入れてる、1、2、6は1万円入れてる、1万円、あ、2万円入れてる、2万円入れてる、じゃあ、待って、だったら1、2、6の方がいいかもしれない、1、2、6で、だって、6上がってこい、6上がってこい、普通にあるんじゃない、いや、ある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 、1、2、6、6の方が高いよ、いやー、どの段かな、1、2、6の段かな、よしよし、来た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 、届いてない、届いてない、届いてるよ、届いてる、よし、16、16で行こう、これ2枚入れてる、2枚入れてる、オッケーオッケー、外入りたいね、うん、外に回りたいね、3ボールから4番差選手、外行きたい、ブロックしてください、よし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 、16、お、危ない危ない、オッケー、よし、16で行こう、このままで行こう、高い方来てますよ、高い方来てる、よし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 、でかい、次の一発目的中、ようやく、え、なんかあった、なんか、なんかあった、大丈夫大丈夫大丈夫、びっくりした、1、2、6よね、1、2、6、よしよし、オッケーオッケー、まず一発目やね、4があまり良くないって言うのバッチリです、なんか乗りづらされたもんね、電報でね、2万入れてるのがでかいはず、1、2、3って、うわ、セロペがついてる、あ、32万6000円、オッケー、これでプラス、あ、まだプラス域に入ってないか、プラスにはなってないけど、ただ20万円負けから引き戻してもね、まあ、トータルで言うと20万マイナスぐらい、おお、32万嬉しい、長いね、長い、ようやく戻ってきてる、32万的中です、よっから行きましょう、もう本当に12レースも入れんってなったりとかした場合は次節まで待機、もうここに負のオーラ置いていったら、負のオーラ置いていかないでください、追い込まれた時ほど攻めないといけないです、絶対に効果あります、よし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 、ナイスブロック、オッケー、スタートいってください、よし、ナイススタート。